ズン、ドン、マル。変態やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、ロークエスト最後、危ない鍋人間エンカウント。何それ、めっちゃ不気味なんやけど。これか。最近通称鍋人間に関する書き込みが増えているんだ。女の子が次々とこいつに襲われているらしい。許せないな。被害に遭った子は桜本町公園によくいるらしいから、話を聞きに行ってみよう。ふんふん。はい、調査します。危ない鍋人間エンカウント、調査開始。クエストを進めてみよう。実は私も最近誰かにじっと見られてる気がして。なんだって許せん。あやめさんは俺が守る。桜本町公園だったよな。さあ、早く行こう。どこ？ナビワン。入った。ここ？もしかして、公園。違う？やっぱりここか。あ、ここやで。あの子や。どうも。はぁ、眠いなぁ。あの、うすらなるの書き込み？うん、私が書いたよ。信じてもらえないかもしれないけど、私の話聞いてくれる？夕方くらいだったかな。お稽古の帰りに霞台を一人で歩いてたの。ちょっと帰りが遅くなっちゃって、急いでお家の方に向かってたら、突然鍋人間が現れたの。お鍋に手とか足みたいなのが入ってて、うわーって私にぶつかってきて、私もうダメだって思ったんだけど、その人私の顔をじーっと見ていなくなったの。あれからずっと怖くて怖くて、あんまり眠れなくなっちゃって。はぁ、今日も眠いな。同じ学校のまなみちゃんって子も鍋人間に会ったって言ってたよ。多分今日も小学校にいるんじゃないかな。まなみちゃんに話を聞こう。ちょっと誰かよくわからないけど、とりあえず小学校にいるらしいから話を聞きに行こうか。さあ行くぜ。どこ行った？あ、おったおった。ナビは小学校、こっちか。あ、ここ？あ、ここ中学校か。いや、小学校やね。ここや、ここ。あ、この子？君かい、まなみちゃん。どうも。あ、ケイスケくんのお姉さんのお友達。どうしたんですか？もうめっちゃ他人やね。鍋人間のお話ですか？ちょっと前に霞台を一人で歩いていることなんですけど、突然目の前にお鍋に足がついた人が現れて、ものすごい勢いで私の方に向かってきたんです。私怖くてその場に座り込んじゃったんですけど、その人じーって私の顔を見てきて、しばらくしたらポシュンって消えちゃったんです。何もされなかったけど、すっごく不気味な見た目で、あれから霞台に行くのが怖くて、ジンタ君みたいに可愛い見た目だったなら、全然大丈夫だったんだけどな。ん？まなみちゃんってその時の子か。最近よく鍋人間が出たって噂が流れてて、特に夕方に現れるって言われてるみたいです。夕方に霞台で鍋人間。人探ししよるってことかな？顔をじっと見ておらんくなるっていうのは。夕方になったら霞台には行かない方がいいですよ。それは行くしか。被害者に共通しているのは、夕方に霞台を歩いていたってことだけか。でもあの辺を歩く女の人はたくさんいるし、必ず全員が襲われるわけじゃなそうだね。小学生ぐらいの子ってことかな？それとも髪型？何か他にも襲われる理由があるのかな？でも、あの女の子たち二人ともじーっと顔を見られたって言ってたね。ちょっと怖いな。顔か。ん？あいつ。とにかく、これは女の子ばかりが狙われる大事件だ。めっちゃなんか通行人 A みたいな感じで通り過ぎるんかと思った。あゆめさんも最近一線を感じるって言ってたし、いつ次のターゲットになるかわからない。麗しきレディースを守るためにも、これは一刻を争うのである。ん？あれって坂見くんかな？あ、来た。姫！痛い人だよ。姫のなんですけど。坂見くん、あゆめちゃんと知り合いなの？はあ。天野さん。この方は姫でおられるのだ。あまり気安く姫の名前呼ばない方がいい。は？ええ。姫、今日もお美しいですね。その髪の色も鬼桜によく映える。それでは姫、またお会いしましょう。すごい、なんか急激にさ、この女の子に惚れて痛くなった人みたいな。なんだったのかな、坂見くん。
あの人、トリコンの後もずっと私のことを姫って呼ぶんだよね。なんか目が似てるとか、髪が長かったはずだとか、誰かと勘違いしてるみたい。髪？髪型かな、やっぱり。そういえば、被害に遭った二人、あゆめさんと同じような髪型をしていなかった？おお！言われてみればそうだ。もしかして、私みたいに髪型の子が狙われてるのかも。その可能性はありそうだね。じゃ、身長とか年齢とかは関係ないってこと？おとり捜査します。おぉ。ダメだよ、あゆめさん。襲われて怪我でもしたらどうするの？俺が代わりにおとりになれたら、妖術で対抗できるんだけど。いける。それだ。僕があゆめさんになればいいんだ。お？だから僕があゆめさんの格好をしておとりに。大丈夫？本当悪いんだけど、あゆめちゃんのおとり役お願いしていい？もちろん、何かあってもみんなが助けてくれるって信じてるよ。トーマ。任せといて。よし、じゃあ、かすみ台向かいましょう。ナチュラルに拒否られたね。心配だ。本当におとり捜査やるの？ちょっと不安はあるけど、みんなもいるし、大丈夫だよ。鍋人間が現れるのは夕方のかすみ台だったよね。さあ、ここで。夕方ってどれぐらい？4時ぐらいかな。まあ、5時とかにしとけば確実かな。さーて、霞台に向かいますか。どこですか？一応霞台まで来たけど。霞台の？あ、てか、ここのさ、C のやつ開けれるよね、私。お、あれ、三つ元マークやん。ウォッチ録は解除された。あ、こういう先にもあるんやね、三つ元マークって。そりゃあ、全部なんか見つからんわけやわ。ほら、ほら。これじゃいかんのか。まずはこっち。はい、これで OK。怖いよー。三つ的マークナンバー24。成長したあなたへ送る道。何それ怖い。あ、なんか。鉄のこけし。イエーイ。こんな人んちの庭先にさ。てか思うけどあれよね。人んち、めっちゃウォッチロックかかっとったけど、普通の人は入れるの？そういうことではないの。なんかよくわからんけど。ここ。この辺ならみんなが隠れる場所もありそう。そうかな？なんか、すごい見晴らしい気がするけど。お願いしておいてなんなんだけど、あやめちゃん本当にいいの？うん。だってこのままじゃまた誰かが被害に遭うかもしれないでしょ？私も探偵団として何か役に立ちたいの。うん。よし、わかった。でもお願いだから無茶だけはしないでね。さあ、どんな妖怪だ。あ、あやめさん大丈夫かな？し、黙って見守りましょう。どの方向から来るか知らんけどさ、入り口にそんなみんな固まっとって大丈夫？何かあったらすぐに助けるからね。おお。うわ、気持ち悪い。資料の毒毒など。あやめさん。行くぜ、みんな！みんな、あやめさんを助けるぞ。お、いきなり戦闘？話とかなんもないの？治療の毒毒鍋が現れた。気持ち悪いよー。足4本も生えてるよー。こいつが鍋人間か。よくもあやめさんを。あきなりくん、私は大丈夫だから。本当にあなたの妖怪だったわね。みんな気をつけて。まあ、よくもあやめさんをって言われても何もされてないですけどね。全然全く何もされてないですけどね。びっくりするぐらい。ちょっと猛烈猛進撃。やべえ、全然違う方向だった。ちゃんとそっちを向かんといかんといっていうのがめんどくさいよね。ほら、当たってないもん。イエイ。ちっちゃくなった売り棒で。
こいつ。ちょっと。これって何？お。ずんどう丸。この私のタックルを受け止めるとはなかなかやるな少年たちよ。変態やん。鍋をかぶって夜間を履いてる変態やん。さっきの鍋の姿とは全然違うのね。警察に通報するわ。見えんやろ。いや、妖怪だから警察に行っても意味がないんじゃ。ずんどう丸、なんでこんな騒ぎを起こしてたの？あやめさんを襲おうとするなんて、理由によっちゃ俺が用事で消し去ってやる。それはすまなかったな少年たち。実は私は霞台にあるラーメン屋霞ラーメンの寸胴鍋から生まれた妖怪なのだ。ああ、そこのラーメン屋か。こってりんと骨がうまいんだよな。ラーメン食べたくなってきた。とことんこってりばい。いつでも食べに来てくれよ。だがそこの店主がこのところ元気をなくしてしまっていてな。昔書いた手紙を渡さなかったらしく、そのことをずっと後悔しているのだ。それがなぜ急に最近元気がなくなった。店主は長年ラーメン堂を連れ添った相棒だ。相棒のためにも手紙を渡してやりたくてな。それで相棒が持っている写真と手紙を頼りに手紙の相手を探していたんだが、人間の顔はさっぱりわからんで、手当たり次第似ている子を当たってたわけだ。おいおい、あの店主のお兄さんの相手ならあやめさんよりもっと年上だろ。たくしょうがないな。俺たちも一緒にその子を探してやるよ。あ、おじさんじゃなくてお兄さんなんやね。本当か？本当にいいのか？俺たち妖怪探偵団だもんね。そういうことなら任せてよ。ありがとう少年たちよ。こいつがその写真って紙だ。相棒に話を聞いてみたら何かわかるかもしれんな。古びたラブレターを手に入れた。古びるほど昔。あ、写真。二つくくりやね。思い出の写真を手に入れた。はぁ、あ、なんかお腹も空いてきちゃったし、まずはラーメン屋さんに行ってみましょう。霞台の霞ラーメンは昔から俺もおばあさんの常連なんですね。あ、いつも丸っこいのがおばあさんと来てたな。丸っこいってなんだよ。まあ。さあ、どこですかそのラーメン屋は。どれぐらいの年の人ラーメン屋さん？20代ぐらい？2、30代ぐらいかな。あ、この人か。どうも、こういうスタイルなんや。参ったな。もっといけないお客さんか。いらっしゃい。何するかい？外で食べれるスタイルのラーメン屋さん？何か悩んでるみたいだったけど、どうしたんですか？お客さんに心配かけちまうとはのすけねえな。実はずっと昔に帰って紙を見つけてよ。俺が中学生の時だったな。遥か昔やね。柄にもないんだが、その時好きだった女の子に帰って紙でな。それを小学生相手に話す。でも結局、勇気が出なくて手紙渡せなかったんだ。給食の時間にさ、その子が食べてる時の本当に幸せそうな笑顔が可愛くってな。それで俺ラーメン屋になったんだ。お客さんが幸せそうに食べてくれる姿が見たくてさ。その子、よく家のパン屋を手伝ったから、こっそり店を覗いたりもしたもんだ。なんて言ったっけな。アッカンベーカリーって名前だったと思うんだけど。アッカンベーカリーといけねえ。長話になっちまったな。聞いてくれてありがとよ。で、食べないのってなりそう。アッカンベーカリーって、そんなお店あったよね。私たちの街に同じ名前のパン屋さんがあるの。絶対あそこだよ。俺たちの時代に行こう。あ、ってことは何？今はもう、この未来の世界では潰れてしまっとるってこと？アッカンベーカリー。え、悲しい。はい、それじゃあ、現代へ。はい、大森山に到着。ってことやけん、ここからは、アッカンベーカリーってどの辺やったっけ？ペローン！鏡の世界に連れて行って差し上げます。まあ、とりあえず山の下まで降りようか。大森神社、桜台地小学校。はい、ワープします。全体的に雲外鏡全然見つかってないな。現代も少ないね。はい、来たー。あ、でもあれや。あの、何？ナビが消えとる。ってこ
ことは、時間帯が夜になったけんってことか。あれ？ミステリートサークル普通に現れとるな。ということは、とりあえず、どうしよう、明るくならんといかんってことか。公園発見。ふぅ、休みましょう。さあ、ここで。とりあえず、明日のお昼ぐらい。12時ぐらいに設定しとこっか。お、これで OK よね。さあ、連れてって、連れてって。圧巻ベーカリー、どこ？こっちか。違うね。違うね。圧巻ベーカリー、圧巻ベーカリー。ナビはどこにいるの？こっちで合ってる？いや、こっちだね。あ、あそこや、圧巻ベーカリー。こっち側やった。ごめんなさい。え、このお姉さんもしかして。いらっしゃいませ。焼きたてのパンはいかがですか？いかがですか？すみません、この写真の子を探してるんですけど。あら、妹の写真ね。あなたたち同じ学校の子かしら。今お店に飾る花を取りに行ってもらってて、多分近所のお花屋さんにいるわよ。この時代はまだちゃんと学生。どうしよう。でも。あれ？あの子どうしたんだろう。なんか悩んでるみたいだね。ラーメン屋さんじゃない？ラーメン屋さんの昔の姿。ね、多分そうやろ。急に話しかけないでくださいよ。びっくりした。なんか困ってるみたいだったからさ。悩み事なら俺たち妖怪探偵団にお任せあれ。妖怪探偵団？あのさ、妖怪とかは全然関係ないんだけど、お兄さんたちってこれまでに失敗するかもって思ってやらなかったことってある？まああるよね、それぐらい。そりゃあるさ。でもこれは背中を押さんといかんのかな？俺はないな。どんなことでもさ、やらなかったことを後で後悔する方が辛いと思うんだよな。たとえそれで失敗しても、一歩踏み出す自分の方が好きになれそうだしさ。そっか。うん、そうだね。ありがとう、お兄さんたち。これで多分背中を押せた。秋のりたまにはいいこと言うじゃない。だろう。おいおい。っておい、たまにはってなんだよ。俺はいつもいいこと言ってるぞ。にしてもあれはね、昔はなんか結構ヒョロヒョロしとったんやね。今すごい、今というか、昔？未来か。未来は、なんかすごいガタイがいい感じやのに。で？これもしかして逆か？お花屋さんはあ、お花屋さんってあれやない？あの、こっちの世界に帰ってきた時に、前通ったよね、多分。あ、この辺この辺、あそこや。はい、やったー。どの子？この子か。ねえ、あの子じゃない？ほら、写真の子とそっくり。うん。確かにあの子みたいだね。ラーメン屋の店主さんの手紙、渡してあげよう。おーい！そこの。あ、来た。ごめん、ちょっといいかな。ん？君、隣のクラスの。ああ。あの、よかったらこれ読んでほしいんだ。おー、過去が変わった。少年はピカピカのラブレターを手渡した。え、私に？うん。あの、手紙ありがとう。大事に読むね。お先越されちゃったぞ。いや。ちょっと待って。あの手紙、店主さんのと同じ封筒じゃないか？あ、ほんとだ。じゃあまさかあの男の子って、店主のお兄さんの子供の頃ってことか？ちょっとちょっと、なんかいい感じじゃない。秋のりのおかげで、過去が変わった。自分で一歩踏み出したんだね。じゃあ、あの選択肢で変わっとったってことかな。店主さんとこ、戻ってみようよ。自分で渡せてよかったね。いらっしゃい。何するかい？聞いてくれよ。実は最近赤ん坊が生まれてよ。すごい！あの一歩で、結婚まで行ったの？
可愛い娘と可愛い奥さんに囲まれて、もう毎日幸せもりもりよ。あゆう。つうわけで、どれでもチャーシュー1枚サービスだ。幸せもりもりおすそ分け一丁。奥様と仲良しなんですね。おや、中学の同級生でな。俺の一目惚れさ。親父の仕事で転校が決まって手紙を書いたんだよ。でも渡すかどうかずーっと迷っててな。ついに転校前日になっちまったんだが、その時声かけてくれた兄ちゃんがいてよ。似てるってならん。たとえ失敗しても、一歩踏み出した自分の方がきっと好きになれるってな。それでそのお手紙は渡したんですか？ああ。その言葉に背中を押されてな。あの時の兄ちゃんには感謝してるぜ。イケメンっつーのはああいうのを言うんだな。へへ。照れてる。そういやそこの、あの時の兄ちゃんにちょっと似てるな。なんだか縁を感じるぜ。こいつはサービスだ。食っていきな。おー、豚骨ラーメン3つありがとう。ありがとうございます。がっつり食べて幸せもりもりになってくれよ。じゃあ本当に手紙渡さんかったのって悲しすぎるほどにすれ違ったんやね。辛い。一歩踏み出したらね、こんなに幸せな未来になるっていうのに。天使さんよかったね。あの手紙のおかげでまさか結婚しちゃうなんて。あきなりお手柄じゃない。だろう。本当にありがとう少年たち。何もかも全部君たちのおかげだ。でもさ、ずんどう丸、天使さんのために何とかしたいっていうお前の気持ちが俺たちも動かしたんだね。お前のその気持ちが時間を超えてあの手紙を届けたんだ。うん。あきのり。ありがとうよ。これは私の悪だ。受け取ってくれ。おお、友達に。ずんどう丸が友達妖怪になった。変態みたいやけど。ずんどう丸の妖怪悪を大切にしまい込んだ。なんかあきのり、やけに今回はいいこと言うじゃない？だろだろだろ。あきのりくんすごいね。天使さんとっても幸せそうだった。そんなことないですよ。あやめちゃんにいいとこ見せたかっただけか。ラーメンも美味しかったし、みんな幸せもりもりで怪奇案件は解決ね。小学生二人には、あとあやめちゃんもか、怒ってくれなかったのね。危ない鍋人間エンカウントをバッチリ解決。仲間も増えたし、いい感じやね。うん、寝てる、ジバニャン。ふぅ、今日も頑張りました。みんなお疲れ。俺たちって町の人から結構頼りにされてるんだね。そうだね。少しずつ探偵団の知名度も上がってるし、みんなの役に立ってる気がするな。なんか正義の味方って感じでいいよね。でも、私、みんなみたいに戦えないから、なんだか羨ましいな。へへ。何言ってるのさ。戦えなくたって、あやめさんも妖怪探偵団の一員だよ。ありがとう。それじゃあ今日はこの辺で解散ってことで、次の怪奇案件も頑張ろうな。うん。みんなまたね。おお、一緒にいる。嬉しいわ、ハリア君。私の欲しいもの、いっぱい集めてくれたのね。仰せのままに。姫のお望みとあらば、この四天童子、いかなるものでもお持ちいたします。とってもいい子ね。私あなたのこと気に入っちゃった。四天童子様。恐れながら四天童子様、我らには他にすべきことがございます。あっちはちょっと怪しいと思ったんじゃないかの。ふん、妖精剣のことか。ええ。妖魔界に封印された5本の妖精剣なくして、姫が力を取り戻すことは叶わぬはず。先生っても真面目なのね。でももう妖精剣は必要ないの。なんだと。ハリア君のおかげで、もうすぐ私は完全に力を取り戻せる。先生だって私の言うことを聞いてくれるだけでいいのよ。ねえ。それでも私のしもべになるのは嫌？ほら、疑っとる疑っとる。はあ。洞穴、妖精剣のことはお前に任せる。姫を守りするためにも武器は必要だ。ギョイ。我があるし。お。ジジイ！あやめ、何してるだぜ？見てしまった。あ、報告した？学校の屋上にあやめさんが？ダジイ！怪しいやつ一緒。なんかやばい感じ。もしかしてあやめさん、そいつに無理やり連れ去られて。なんてこった。こりゃとんでもない事件だぞ。
でも次の日には多分ケロッと一緒におるけん大丈夫よ。急がないとあやめさんが危ない。行こうジュニア。妖怪探偵団緊急出動だ。おお、秋のりにバトンタッチした。ジータン、みんな起こす。学校を連れてく。会話内容とか雰囲気とかはあんま見てなかったってことかな、ジータン。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分、あやめはめちゃくちゃ怪しいし、妖怪なんやとは思うんやけど、でも、多分、姫ではない。し、洞穴もちょっと怪しんどるけん、なんかそのうち仲違いしそうな気がしなくもない。どんな感じになっていくんやろうね。